あ、やりましたね。喋るよ。あ、やっぱ。喋るよ。おい、高田喋るよ。おい、やめろよ、マジで。おおわ。俺、伊豆？伊豆さ、元日本代表、マリオカートの実況は、伊豆さん。だって、新コースやってないんでしょ、高田さん。いや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 、まあ、見といてくださいよ。新コースやってない人に負けないですよね。あれです、明日か。第2弾の新コースが出るんで。マジでやめてほしいわ。畑迫村入ってたのに新コース来るから、キャンセル入ったからね、俺。ガミ。ガミってうまいのこれ。マリカ。僕は、そうですね、高田さんが予選落ちしたブロックを突破して準決勝行ってます。わかりやすい。おお、空飛ぶ高田さんがいますよ。空飛ぶ高田、これ高田さんなの？こっちヨッシーじゃないの？のこのこって高田さん、カメのように襲いって煽ってるのかと思って。おい、そういう意味じゃねえだろ。と考えてもメイさんっすよ、メイさんがね。なんでそれそこまで解いちゃうんですか、謎を。解いちゃう、謎解き上手いな。謎解きだったんだ今。ひどいこれ。よしよし、マジでやべえ。動物園だな。まあ5位な。高田さん最初から移転77点。いや、うるせえ。十分だろ、77ありゃ。いいじゃねえか、77。何が問題があるんですか？いえいえいえ。ちゃんと5位だから。5位。順位がね、ちゃんと5位。ちゃんと5位。あ、もう手が見逃されないと。うわ、そっちのちょっとベブレでしょ、鬼気。うわ、いい。これは辛い。やっちまった。これはまずい。いや、これは落ちたな。7位か。やっちまった。高田さん、スタートした。いいでしょう。高田さん、こいつら弱くないですか？弱いね。ザコだ。なんだこれ、ザラ立つ。昼間だからか知んないけど、メイヤ君がめっちゃおとなしいね。配信撮ってないだ。配信撮ってない。配信撮ってない。喋らないのにリアクションめちゃくちゃ撮ってたらあれだね。いや、たまにやりますけどね、普通に。あれなり、プテハシ的にはやっぱ配信撮らずにリアクション撮るのはコスパ悪い的な感じなの。コスパ悪いどころの騒ぎじゃないですよ。結構撮ってるけどな、俺。あまりに無駄。あだー、邪魔ー、もうだるー。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、これは来た来た。よっしゃちゃうわ。ただの加速版だけど。あ、ほんとだ、いざ空いてますか、できてる。ハイブリさん抜けて伊豆さん入りそうですけど、いや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 、やめよう、それはそれはやめよう、バランス取れてない。伊豆さん、伊豆さん空いてません、待って、空いてません、空いてませんよ、空いてませんよ、今ちょっと気づいた、今ちょっと気づいた、マロやっぱマスターがどっか止めて回避してもいい、何やこのゲーム。伊豆さん、伊豆、あれ伊豆、あれ伊豆、伊豆、伊豆、伊豆さん、ちょっと待ってください。日本代表、元日本代表、マリオカートの実況は、いけ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 、どうしたどうした、小物すぎるみんな。あの、僕高田さんに煽られてましたけど、高田さんには勝ってますから、ね。え、嘘や。え、俺負けてた？あ、じゃあさっきのレースは勝ってたけど、総合順位で伊豆が勝ってた。ああ、いやいや、さっきのレースを重視するから。いや、さっきのレースの話。そうそう、さっきのレースを重視するから。伊豆職されるやん。よろしくお願いします。聞いたい方だ。いやー、ふざけんな、おら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 、マジでふざけんな、あいつ、ほんとに。強すぎるわ。耐えだわこれ。いや厳しい。には勝った。なんだこの順位。やばい、実力出てきた。まずい。高田健志とガミにしか勝てない。うるせえ。ガミさん強いはずだ。まだ終わってないでしょ。で。これ面白い。誰か被弾するまで誰も喋んないよ。むずいコースだ、特にむずいからな。お、ほら喋れよ。やりましたね。喋れよ。被弾するじゃん。喋れよ。喋れよ。喋れよ。いる。ほら。いい。喋れよ。すげえ。
ほら、今度長いの行こう。おい、高田喋れよ。おい、やめろよ、マジで。おおわ。おおわ。おおわ。見えないず。高田喋れよ。高田喋れよ。初めて聞いた、そんな。え1回1位取ったら3位まで上がる。あれ7、8位くらいだったのにさっきまで。あれマオ最下位じゃないじゃん。よかったじゃん。あ、一番下。コンピューター。実力出てきた。まずい。高田健士とガミにしか勝てない。うるせえ高田健士とガミにしか勝てない。フラグ回収を。いて。はぁ、ゲンさんが最下位で攻撃アイテムを前の人に撃ってきました。普通やろ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 。当たり前なんだよ。めちゃめちゃ普通だよ。大きい声で。すごい。大きい声出しただけだったよ。あ、うわ、マオさんやりましたね、ほんとに。いや、お前自分で俺のケツ触っただけだろうがよ。おぉ、反論できてる、ちゃんと。ロンググライダーする気だな。俺もやるぞ。うわぁ、無理。あの、体こすりつける謎の行為でしょ。そう。壁をな。壁やったらねえ。一で直接言うよ。一コースで3回壁をなしてんの。やばすぎる。うわ。俺は4。3-5で俺が4だけど。俺の用が下手すぎて。そっちじゃないよ。そんなのおかしいじゃん、これ。おかしいじゃん。初めてやった人がやるやつだから。無事いな、思ったより。なんか全然いけると思ったんだけどな。マジで思ったつもりで。どの見積もりで。優勝したら10万スパチャしますって言ったじゃないですか。いや、そう、やばいっすよ。やってないレベルにはめっちゃうまいと思いますけどね。普通に走れてるんで。あ、そう、そんな。いや、もうおだてたらやんなくなるからダメですよ。なんかどこ行っても言われるんですよね。いついるのかーって。あれ、嫌われてんの、いつって。あ、でも僕鈍感なんで大丈夫です。そういうとこ。鈍感ってことは別にちゃんと言えばわかるってことだよね。伝えれば伝わるってこと。気づかせようとしないだけでくださいよ。ちゃんと伝えないと。ん？ちょっと僕名残惜しいんですけど、ここで落ちますね。嘘。ちょっと。じゃあ、じゃあ、またね。また、そう、絶対遊ぼう。絶対。おっと、嫌なクラスメイト。いい人ぶりやった。この後配信見てますからね。では。あ、落ちちゃちょっと歌いやすいステージにしよう。一番いいね。そうでも、お前んところで歌っても他のところだと音楽全然ずれてるからね。いや、じゃあポンゼロが必死に歌ってくれるから大丈夫。それが得意なコースと言っても過言ではない。カラオケで90点出してたもんね、これ。うん、このコースだけ90点取れたから。これカラオケ入ってるの？25万で。よし。ケしかない、ケしかない。歌えるのこれ。あ、持ち曲やった、チョコマウンテンも。手だけや、手。どっから歌ってくるんだろう。いや、もう最初から歌うでしょ、もう。ね、もうピーピーからね。歌わんかい。てーてーてー。切りもいいし、ちょうどいいですね。あります。21からお願いします。お疲れ様でした。太陽です。